痩せる昼食の食べ方をお伝えします。あなたはこんなことがないですか？もうとにかく昼間は、仕事だったり子育てだったりもうバッタバタしていて、もうとにかくパッとこう簡単に食べられる昼食をこう選んでいる。例えばがっつり、丼物であったり、もうパパッとこう食べれるですね、菓子パンであったり、おうどんであったり、パスタだったり、でそのような、昼食をこうガブガブとこう食べた後というのはすぐに、お腹がですね空いてしまって、結局また、夕食の時間になるとついつい、食欲が収まらずに、食べてしまって、結果太ってきた。そこで、今からこの動画のお話を聞いていただきますと、あなたはしっかりとその昼食を食べることで、逆に一番脂肪をため込まずに痩せることができるんです。今からそのポイントと具体的な方法をお伝えしていきますね。ではまずポイントです。 B01 です。これは何かと言いますと、遺伝子が作るタンパク質のことなんですね。でこの B01 がですね、特に朝が高くて、だんだん昼に向けて低くなっていくんですけれど、また夜になってこう上がっていくんですね。でこれが実はそのあなたの体の中に脂肪を蓄積していく、働きがあるわけなんです。ですからこのお話を今聞いてくださったあなたはもうすぐお分かりになったと思うんですけども、この B01 が一番低い時に食事をとれば脂肪をため込まずに済むということなんです。その具体的な時間帯ですけれども、痩せる時間帯があるんですね。起床後、要は朝起きてから約7、8時間後の、約大体お昼時ですよね、お昼から3時まで、この時間帯が痩せるゴールデンタイムなんです。なぜかというと B01 が一番低くなってくれている時間帯ですね。例えば、あなたが朝6時に起きたとしたら、7、8、9、10、11、12、1時、だいたい1時から1、2、3時まで、この3時間が痩せるゴールデンタイムなわけですから、1日のうちで朝ごはん、昼ごはん、夜ごはんのうち、この今の時間帯、昼ごはんにしっかりと食べてあげることが、結果脂肪を溜め込まずに済むということなんです。で逆に言えば、朝ごはんも夜ごはんもそんなに食べる必要はないということですね。もちろんバランスや質、量は大事ですけれども、食べ過ぎては太ってしまうということになるんです。では今のお話まとめますね。1番、まず痩せるゴールデンタイムはお昼から3時までです。なので例えばこう遅く起きてしまった朝なんかはですね、そのたとえその起きて 7、8時間後経っていたとしても、もう夕方とかになって食べてはいけないということです。最後の時間帯は3時までということに気をつけていきましょう。なので結局そのおやつですね、どうしても間食が食べたい、おやつ食べたいという時は3時がベストです。一番この B01 が低い時間帯ですから、やはり3時のおやつというのは理にかなっているわけですね。ただ食べる量ですとか質も要注意ですよ。では3つ目、夕食後は20倍太るので注意。これショックですよね。同じ食べたそのメニュー、同じメニューでもこの B01 が一番低い時に食べた時よりも、夜食べる時の方が約20倍太ってしまうということなんです。すごく損ですよね。1日トータルかけてこのゴールデンタイムに食べるだけで20倍太るリスクを抑えることができるということなんです。ただ、さすがにそのゴールデンタイムといってもですね、その太るものをですね、そこで食べてしまっては効果が減。ですから、今から具体的にじゃあどんなお昼ご飯を食べればいいのかということを、お伝えしていきたいと思います。これ変えますね。もちろん腸内環境が良いことが大前提ですから、
腸内環境を悪くするような、悪玉菌がですね増えるようなものは、NG ということと、あともう一つポイントがあるんですけれども、 GI 値ですね。 GI 値、これもあった方がいい。 GI 値、低 GI 値、高 GI 値あるんですけれども、低 GI 値がおすすめなんですね。まずはこちらです。おすすめの昼食、1,2,3 とあるんですけれども、お待たせしました。まずはその一番痩せることができるゴールデンタイムに低 GI 値食品を選ぶと、もっと痩せることができるわけですね。これは何かと言いますと、食事を取った後の血糖値の指数です。その高 GI 値食品を食べてしまうと、あなたのお体の中でですね、血糖値がもう急上昇です。バーッと。そうすると一気に糖分が脂肪に変わってしまいますから、どんどん太ってしまいます。で、逆に低 GI 値食品を取れば、血糖値がこう緩やかにですね上昇してくれるわけですから、脂肪を溜め込まずに済むということなので、例えば白米よりも玄米ですとか、菓子パンよりも全粒粉の茶色い、ライム麦パンとかですね、そういったこう茶色いパン、要は白い食べ物よりも茶色い食べ物に置き換えるだけで、この急激な血糖値の上昇を抑えることができますから、そういったことにもその工夫されると良いと思います。なので、おすすめ昼食その1は低 GI 値食品を選びましょうということですね。他にも、食物繊維、海藻類であったりとか大豆であったりとか、そういったものが、低 GI 値食品ですから、上手にまんべんなく取り入れると丸です。2つ目、良質のタンパク質をしっかり取りましょうです。お昼にこのしっかりタンパク質を取っておかれると、食欲をその後抑えることができるんですね。人間の体はですね、このタンパク質が不足してしまうと食欲を抑えることができなくなってしまうんです。ですから良質のお肉であったり、お魚、大豆製品や乳製品、こういったものをしっかりとお昼に取っていくことがポイントです。で、3つ目、単品ではなく孫は優しいを取りましょうです。で、こう単品というのは、例えば丼だけとかパンだけとかパスタだけとかなると、そもそも高 GI 値食品ですし、すぐにお腹がこう空いてしまうんですね。脂肪も溜め込んでしまう。ですので、この孫は優しいを覚えてください。まは豆類です。ごはごま、わはわかめ、やは野菜、さは魚、しは椎茸、いは芋類です。こういったものを、もうこちらも全部低 GI 値食品ですけれども、こういったのをバランスよく入っている、要はこう定食ですよね。単品ではなくて和定食、こういったものをしっかりよく噛んで召し上がると、あなたはゴールデンタイムを味方につけて、なおかつこういった痩せる昼食のメニューを取ることで、どんどん痩せることができるんです。さあ、いかがだったでしょうか。この痩せるゴールデンタイムを味方につけることと、痩せるその低 GI 食品系を取ることで、同じように食べても20倍太るか太らないかというね、ここのこう分かれ持ちになるわけなんですね。ですから、先ほどの B-1 は朝と夜が高いわけですから、ここはやはり抑えておく必要がある。そして一番低くなる時間帯の、お昼から3時まで、このゴールデンタイムを使って上手に、確実にですね、こう最強のダイエット法ですから、ぜひぜひもう今から取り組んでいただきたいと思います。さあ、いかがだったでしょうか。このお話、あなたご自身と、そして大切なご家族のためにぜひお役立てください。で、また、この動画のお話が役に立ったなと思っていただけましたら、高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。